どうも皆さんおはこんばんちは、カリルです。まず動画を見てもらう前にですね、皆様に一つお詫びをしなければいけないことがあります。前回私は、巨人の、ね、大エースを作るという話をしましたが、すいません、あと、ちょっと予定を変更させていただいて、とある方からですね、リアルな能力でも作ってほしいという声がね、いつも自分オールエースとかばっかり作ってるんで、リアルな、選手能力でね作ってほしいですっていう声があったので、すいません、ちょっと先にそれを優先させてください。誰を作る予定だったかっていうと、本当は、斉藤正樹投手を作る予定でしたね。前まで巨人の二軍監督とかやってた選手ですよね、斉藤正樹さんを作る予定だったんですが、すみません、今回はちょっとまた別の方を作りましたので、斉藤正樹さんファンの方もう少し我慢してください、申し訳ございません。で、今回は、元、ね、日本代表監督、侍ジャパンの元監督、小久保裕紀さんを作ってみました。ね、小久保選手というと、僕は巨人とか、ダイエーにね、現役時代在籍されてホームラン王も取ってますし、すごいなんかキャプテンっていうイメージがすごい強い選手なんですよ。そう、キャプテンでサードっていうイメージがすごい強い選手なので、で今回は、オールエースとかじゃなくて、ちゃんと、パワープロ2018の能力を、参考にして、作りました。でその能力がこちらですね。はい。で、疲労回復っていうのがなかったので、あのパワープロのね能力欄になかったので、そこだけはちょっと S にさせてもらってます。で、補給とね権力はあるんですよ、パワープロのランナーに。そしてスローイングっていうのはないので、この欄にさせてもらいました。で守備力もただ53って書かれてるだけなので、ちょっと分かんなかったので、一応サードとファーストは D の53、54にしてもらって、で、セカンドもなんかチラッと守ってたっていう話を聞いたので、一応 F の23にしております。はい、能力はこんな感じです。顔もそこまで似てないかな。はい、では、その小久保選手を使ってね、ちょっとプレイしていこうと思います。小久保選手っていうと、そのイメージとしてはまあソフトバンクにいたとか、まあ、ダイエー、まあ一緒ですよね、あと巨人にね無償トレードというイメージが強いんですがね、顔こんな感じですね。背番号9番、巨人の時は6番だったかな、背番号はね。じゃあ早速やっていこうと思います。それでね、無償トレードの時に、ダイエーの、その当時ダイエーのチームメイトが行かないでくれって、散々、オーナー、その背広組ですよね。監督とかじゃなくて、オーナーとか球団代表をめちゃくちゃ批判したっていう話がね、あったりとかして。ね、そんな話もありましたけど、でも、数年経ったらね、ソフトバンク帰ってきましたから。おっと、リアルスピードですか。ベーシックに申します。さあ、行きましょう。変化球タイミング合いません。さあ、スライダー、先発山口投手か。さあ、第一打席。ああ、ダメでしたね。ちょっとスライダーにバットが泳いだ感じになりましたね。さあ、二打席目。ホームランアーティストなので、ホームラン見たいですよね。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。さあ、いけるか。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。どうだ、いいんじゃない。おいし、ちょっと弾丸ライナー気味ですね。素晴らしい一振りでした。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、こんな顔ごつくないですね。顔をリアルに作ろうとすると大変なんですよね。難しいんですよ、パワープロじゃないプロスピって、顔のパーツがあんま多くないんで。そう、
ちょっと難しいんですよね。ポイントを抑えた配球になってくるかどうか。オッケー、2打席連続。よし。ホームラン。ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームラン。よし。さあ第4打席ですね。バッターボックスは4番国母。先ほどの打席でソロホームランを。じゃあ中川投手に変わっています。行ったかな？オッケー。すごいっすね。工藤さんが監督やってそこに小久保選手がいるっていう。あっという間にレフトスタンドに半球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。残されたイニングはあとわずか。さあ9対あよし11対5でね勝ちましたね。よかったよかった。はいね、試合も終わって小久保さんの成績的にはかなりいいかな。ね、3打席連続ホームランも打ったしね。はい、といったところで、ね、いかがだったでしょうか。僕も広木選手を作ってみたということで、やってきましたがどうでしたかね。まあ成績的には、ね、3打席連続ホームランも打ったし上々かなというふうに思います。で次回は、斉藤正樹投手を作りますので、その時まで皆さん楽しみにしていてください。はい、じゃあそれでは動画締めたいと思います。この動画がいいな面白いなと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。コメントやリクエストなんかも、どしどし待っております。はい、じゃあそれでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。